おはようございます。いやー、やっと体調が回復した。先週結構睡眠不足で、まあ結構畳みかけて睡眠時間削って作業とかしてたんですけど、その分のしわ寄せが来て結構体調崩してて、まあ、なんかきついなみたいなって感じになってたんで、ちょっと昨日とか、まあ、この土日は結構じっくり寝て回復しました。やっと回復してきた気がする。僕の名前は黒髪ランガ、商業連載を目指す30歳の無職だ。自分の作品をアニメ化させたい、そんな野望を諦めきれず5年半勤めた企業を28歳で退職した。現在は漫画のアシスタントや清掃のギグワークで収入を得つつ、出版社への持ち込みやコミティア、コミケなどの即売会に参加し掲載を狙っている。この動画は全くの未経験から連載・アニメ化を目指す漫画家志望の日常を描いた Vlog である。長い動画なので作業がてら楽しんでいただけると嬉しい。ただいま。そしてやってしまった、洗濯回しとったのに乾燥をかける前に出かけてしまった。前これやってタオルとか臭くなっちゃったんすよね。やから洗濯したんやけど、まあいいか、このまま乾燥するか。お腹すいた。久しぶりにキュウリ買ってきました。めっちゃ久しぶり買った。結構まあ3本で100円ぐらいやったんで、久しぶりに食べたいなと思って、いやちょっと食べましたけど、お腹すいた。美味しい。めっちゃ久しぶりキュウリ食べる。今日は爽やか系が食べたかったんで、豚しゃぶ、冷しゃぶ的なやつ、あれにしようかなと思います。とりあえずお湯沸かして、キャベツ安かったんでカットキャベツにしました。ちょっと安丸だしかけて、これでちょっとやっとけばしなっとするんで、で豚しゃぶ、豚が茹で上がったらこれにかけて、あとはポン酢、まあ、ポン酢ないんで醤油とお酢でいただきますかね。冷しゃぶサラダ完成。爽やか系にしました。きゅうりとかめかぶとか、あと梅干しも買ってきたんで、まあさあタレは醤油と、お酢とラー油ですかね。いただきます。爽やか系がいいわ。いやー、胃腸が弱ってますね多分。まあなんか暑さとかにはある程度ランニングとかに慣れてたと思うんですけど、まあ睡眠不足でなんか体全体が弱ってる感やと思う。ちゃんと寝て食べます。いただきます。アイプリ見ながら食べよう。で食べ終わったら、今7時やから、まあ、7時半ぐらいに終わって、でそっからまあ作業配信始めようかな。で9時になったら基礎練やろう。で、早めに寝る。今日は本当に0時か1時ぐらいには寝たい。さすがに体調不良になって本当にやばいなと思ったんで、真面目に睡眠ちょっと改善するわ。よし、いただきます。冷しゃぶ爽やかで食べやすすぎる。いいですね。これちょっと胃腸が弱ってる今の中、あんま食欲ない期間やろうかな。2杯目ついてきました。残りの豚と、まあ、残りの野菜ですね。それとご飯も炊けたんで TKG いただきます。今日昼食べてなかったんでカロリーが低いかな、摂取カロリーがそんなになかったんで、ちょっと卵もね食べます。でまあね、味付けは安丸だしさん、今日も使わせていただきます。ありがとうございます。今日は贅沢ローストだし、いい感じ、美味しそう。いただきます。まあ合わないわけがないって感じですね。だし醤油っぽくていい。じゃあ今ちょうど20時になるところなんで、ちょっと早いですけど配信始めて、で夏コミの原稿と基礎練配信して、で10時には終わる。でそっからお風呂入って、でまあ寝る準備とかして、まあ、0時には今日は本当に寝たい、ちょっとそれでやります。作業配信と、まあ、作業終了しました。
ちょうど10時過ぎたかな、あのやったやつもディスコードにアップしたし、ちょっと風呂入ろう。ちゃんと2時間で終了したわ。今日はマジで0時に寝れる気がする。洗濯も終わっとる。うん、あ、やっぱちょっと大きすぎて匂い取れてないな。また洗濯したいな、これ。てか先に風呂をしよう。そうや、さっき配信で、この後フィットボクシングしますみたいな話してたんで、しますわ。てか、背中も痛いんで、フィットボクシングすると割となんかコリとかほぐれるんですよね。ちょっとやろう。スイッチ起動するのめちゃくちゃ久しぶりなんやけど、ちゃんと起動する？大丈夫そう。充電はしてあったから。見て、最後にやったの4月3、5、6やってないんやけど、やばくない？実質4、5、6やってないですからね。久しぶり。まあ、ギターのインストラクターさんに、なんか久しぶりっすねって言われるんですよ。デイリー。あれ、何も言われんの？この画面か。はい、ちょっと崩してましたね。3ヶ月ほど体調崩してました。あ、よろしくお願いします。久しぶり。このストレッチやるだけでも全然違うんですけどね。まあやってないっていう。この時間さえ惜しくて。あっち。いや、普通に暑いわ。ちゃんとやったわ。やったぜ、みんな。ちょっと2日に1回ぐらいはやりたいですね。まあ、フィットボクシングやっとけば結構この肩のとか背中の肩甲骨とかの筋肉が結構ほぐれて、あったかくな、血の巡りが良くなって、こう痛みとかもなくなってくるんで、これ結構ねいいんですよね。お風呂入ってきました。まだ12時半。まあ、ちょっと12時は過ぎたけど、なんだかんだこの時間になるな。でももうさすがに今から寝れるんで快挙っすね。まだ日が昇ってない。さすがに痛い目を見ると普通にちゃんとやるだなって思いました。人間痛い目を見ないとわからないんや。まあでも今日はなかなかいい一日やった気がする。まあ早寝はできそうやし、今日朝起きてカフェ行って、まあ、帳簿付けして、でその前に、まあ、今日というか今後の1日の流れみたいなやつ、8時間睡眠確保するとして、あとどんぐらいのスケジュールでやるかみたいなちょっと見直したりして、であとは、まあ、今後のスケジュール改めて確認したら、どうやら、まあ、あと3日に1枚仕上げないといけないっていうのを見て、まあ、改めて、まあ、知ってたんですけど、ちょっとね確認できたんで、まあ、ちょっとスケジュール引いてやっていきたいですね。とりあえず今書いてるやつは、まあ明日、まあ午前中、午後ぐらいかな、午後1ぐらいでちょっと仕上げてしまって、まあ次のキャラ行こうかな。でその前に明日はちょっとランニング行きたいから、まあできれば午前中そんなに暑くなければ、まあランニングしようかな。ちょっと雨とか降りそうでもあるんで何とも言えないんですけど、今書いてるやつ、左がまあ清書したやつなんですけど、右のラフの可愛い感じが捨てられてしまっている。ちょっとまあこれと比較して、あと最後仕上げてから、まあ次のキャラ行くか。どうしてもね、ラフからどんどん可愛さみたいなのが、最初の可愛さみたいなのが消えていくんですよね。難しい。よし、12時42分めでたく就寝、寝ます。奇跡、おやすみなさい。いやでもちょっと寝る前ギリギリにお風呂入ると暑いな。できれば2時間前に入るのが一番いいらしいんですけどね。よし、寝よう。久々にこの無印のフレグランスミストおやすみブレンド、これちょっと使おうかな。まあこれがなんか寝つき良くなるかどうかちょっとわかんないですけど、無印で嗅いだ時になんかすごい眠くなる感じの匂いだみたいな感じになって、なんかね、火のきっと、まあ、柑橘が一番強いかな。いい匂い。なんかこんな感じのやつ、たまにこう枕にプシュッとか言って寝てますね。まあ今日も多分普通に一瞬で寝れると思うんですけど、まあ、たまに嗅いで、ええ匂いやなって感じでやってます。おはようございます。今もう9時55分ですね。ただ
まあ、9時過ぎぐらいに起きてちょっと歯磨きしたりゴミ出したりで、あと iPhone のデータはあの PC に移したりしてたんで、まあいい感じに活動はできた。だいたいまあ1時前ぐらい寝たんで8時間ぐらいはちゃんと寝ましたね。まあ普通に体力的には体調的にいいですね。やっぱ寝たらいい当たり前すぎる。ちょっとばかし動画編集を、朝ランニング行こうと思ったんですけど、なんかあのゴミ出し外出たらもうすでにめっちゃ暑くて、気温見たら29度とかやったんですよね。いつ走り行けばいいんやってなると夜とかの方がいいですよね。天気予報見たら、まあ、26度25度が20時とか21時、うん遅いな。朝の5時6時7時ぐらいを逃すともう30度いくんで、いつ走りゃいいんじゃ状態ですね。今ふと気になって町田のあの市民プールを調べてたんですよね。でなんか見てみたら結構ね、自転車でもまあ軽く気軽に行けるような距離じゃなくて、電車とかバスのアクセスも悪くてちょっとどうしようかなって思って、まあ、というのもなんか、まあ、トライアスロンとかちょっと今後出てみたいなと思っていて、でそうなったらまあプール泳いだりしないといけないじゃないですか。でまあ、日常のトレーニングで、まあ、たまにプールとか出たらこういうクロールとかね、こういう動きしたらこう肩とかなんかまあ凝りとかも軽減できるかなと思って、でそれで調べてたら、まあ、プール遠いなと。でなんかジムが一応あって、町田駅の方の、まあ、徒歩数分のところにあるらしいんですけど、まあ、そこはジムとプールと、まあ、あとお風呂とかサウナとか使える、結構まあ立派な感じのジムがあって、そこだと、まあ33歳以下だったら8000〜9000弱ぐらいで、まあ、それ使える。で24時間じゃないで、まあ、日中というか、まあ、8時ぐらいまで使えるんですけど、それがそのぐらいの料金やったんで、ちょっとそれもありだなとか今一瞬思ってましたね。まあ8000、9000か、まあ他のチョコザップとかエニタイムとかだと3、4000円ぐらいでしょ。でそれでプールはない、どうしよっかな。いきなり1万円のジムはちょっと気が引けるな。3、4000円でまあランニングとでバイクとでまあ筋トレで始めるのもありかな。プールは行きたいんですけどね、なんか別のところのプールないかな。まあ、ひとまず欲しいのはやっぱランニングとかバイクを屋内でできる、あの熱中症にならないような環境でできるっていうのは一番まあ大きいですね。まあジムでも熱中症になる可能性はあるんですけど、まあ屋外でやるよりはいいかなっていう。プロテイン飲もう。どうしようかな。散歩行きたいんやけども、いや散歩はいいんですよね。散歩は別にまあちょっと軽く歩いて汗かいてシャワー浴びてっていいんやけど、ランニングをいつするか問題がちょっとね悩み中。朝昼ご飯にこの高菜を買ってきたんで、まあこれとちょっと豆腐でご飯食べようかな。豆腐に高菜乗せて食べてみたんですけど、まあなんか何とも言えない微妙でしたまあこれとなんかちょっと腹ごしらえして散歩兼買い物行こうかな。よし、だいたい編集し終わりました。 Vlog 今週末にアップするやつかな。さすがに月曜日を別日に分けとるし、で体調はあんま良くなかったんで30分ぐらいになっちゃいましたね。ちょっと短めにはなった。ぼちぼち散歩とあれ買い物行こうかな。今13時52分やから、まあちょっと午前中じゃないな、まあ、昼のうちに一回太陽を浴びておきたい。いや本当ランニングの時間が難しいんですよね。8時あの配信始まる前の8時9時ぐらい、まあ、そこら辺に合わせてご飯早めに食べてからランニングするぐらいかな。あんまり遅いとなんか運動した後すぐ寝るっていうのもちょっとあれきつそうやから。よりによって最高気温のタイミングで出てきてしまった。まあ歩くだけなら全然いいですけどね。散歩兼買い物行ってきました。
でちょっとランニングはやっぱ時期的に今日タイミング的に難しそうやから、あの HIIT を久しぶりに今からやってでシャワー浴びて、まあ、今日の運動としよう、まあ、本来というか本来はまあこっちをやりたかったんで、まあ、ちょうどいいかもしれない。よしよいしょ、久しぶりやったらめちゃくちゃきつい、待ってきつい、多分あと2セットぐらいあるけど無理や。いや自宅いいな、自宅最高のジムっすね。まあランニングとかあのバイクはこげんけど24時間使えるし、エアコン効いてるし、休憩したい時はすぐ休めるし、いつでもいいな自宅。はあ、いい汗かいたんで、あのシャワー浴びますわ。で今15時ぐらいやから、そっから作業しよう。もう15時。じゃあシャワー浴びてきたんで配信、作業配信しますかね。暑い、まだ。まあ15時半なんで、まあ18時19時ぐらいまでやってご飯食べて、また基礎練配信やる感じかな。やってきます。夏コミの、イラスト本の1枚目のイラスト、こんな感じになりました。あのマグロちゃんは食べられたいっていう漫画のマグロちゃんにキュアプリズム、プリキュアの衣装を着せるっていうやつの1枚目ですね。やっと1枚目できた。で今6時半なんで、まあ、ご飯食べて、まあ、1時間ぐらいで片付けとかして、まあ、8時前ぐらいから配信再開、まあ、作業配信、再開したいな。さてご飯どうしよっかな。とりあえずご飯炊こう。今日は豚キムチにでもしよっかな。キムチ買ってきたし、ご飯炊けるまでの間にキャベツサラダ食べます。今日は安丸だしさんのなんか浅草だしってやついただいたんで、これを食べます。どう違うんかな。ダブルカツオのコクと旨味。なんかね、普通のやつはまあ海鮮とか和風とかいろいろあるんですけど、これはなんかちょっと東京にフィーチャーした出汁みたいですね。いただきます。恒例の香りチェックね。あ、めちゃくちゃカツオの香り。これ分かりやすい。なんかダブルカツオで、普通のカツオとソーダガツオっていうのが入ってるらしい。めっちゃいい匂いする。まあ、ちょっと最近鍋してないんで鍋入れてないんですけど、キャベツにかけたりしてもできるんで、キャベツにかけて食べます。これなんか味分かりやすそうやな。あ、でもちょっとちょっと残ってたなんだっけ、ローストだしかけてるんでちょっと味混ざりそうやけど、なんかおだしとあとまあ塩も入ってるんで、この塩のおかげでキャベツとかがちょっとしんなりするんですよ、ね、でまあなんかこうドレッシングじゃないんですけど、ドレッシング的な感じに使える、まあ、これにちょっとごま油とか足してあげるとまあいい感じのね、なんかオリーブオイルと塩で食べるみたいな感じに近い感じで食べれていいですね。これきゅうりも一緒に入れようかな。昨日買ったやつ。キツキにいる時にあのお化けきゅうりを畑で収穫して食べてたのが懐かしいですね。もはやあのきゅうりとかもう無限にできてたんで、もう買うとかいう概念がなかったんですけど、久しぶりに東京に来て買いましたわ。むしろ畑とか借りてる時はもうキュウリ無限にできてもう困ってましたもんね。もうこんなにできんでいいけどみたいな。しかも1日経ってもうあの化け物みたいなサイズになっちゃうんで、なかなかそれも困ってましたね。あとまあ夏といえば、夏野菜といえばナスかな。ナスはよう食べてましたね。美味しかった、まあ、ピーマンとかあとあれね、あの大葉とあのあれなんだっけ、あれ出てこん。一番美味しかったのがね、あのあモロヘイヤ、モロヘイヤさめちゃくちゃいっぱいなるし、しかもなんかトロトロでさ美味しい、サラダとかにしても食べやすいし、あれモロヘイヤ良かったっすね。一番好きやった。キュウリも切りまして、あやばい、もうこの部屋の湿度が高すぎて一気に湿気できてる。お出汁をかけて、まあ、軽く、まあ、キュウリ結構しなってますね。これでとりあえずサラダをいただきつつご飯が炊けるのを待って、でサラダ食べたら豚キムチを作る。なんか最近納豆食べてなかったんで久しぶりに納豆買いました。やっぱなんだかんだ発酵食品がいいらしいしな。そうさっきなんかお風呂、あさっきじゃん、昨日かお風呂でなんか体調ちょっと悪いから、体調悪くなったからちょっと本を久しぶりに読み返そうと思って、最高の体調っていう
本を読んでた時に、あ、なんか発酵食品が映像みたいな書いてあったなっていうのを昨日読んでて思い出して、でまあなんかヨーグルトとか食べてたんですけど、まあ納豆とあとなんだっけ、まあお味噌を食べてるね、であとキムチか、まあ、キムチもちょっと食べるかということで納豆キムチを買ってきました。とりあえずサラダと納豆いただきます。あ、これ一番カツオの味するわ。カツオなんかあのエスマルダシの香り系で一番分かりやすいかも。いやカツオ相当香り強いな。うん、お魚って感じ。お魚カツオって感じ。普通の塩とごま油とかオリーブオイルとかよりも相当なんやろ複雑な味になるのがいいですね。こう深い。今日はえのきを買いました。なんか食物繊維取れよみたいな書いてあったんで、本に食物繊維豊富なやつ調べたら、まあ、なんか海藻類とかキノコ類とかその辺がまあいいよみたいな書いてあったんで、まあ、えのきとか椎茸とかその辺もいいらしくて、じゃあえのき、まあ、食べやすいし、なんかなんやろ、お腹たまりにくいからこう食べれるかなっていうので、ちょっとえのきチョイスにしましたね。で今日は乳酸菌も取るってことでキムチ。キムチは生きています。なんかキムチ臭いなと思ったら穴開いてんのかこれって。なんかこのキムチあんま入ってなかった。かさ揚げされてたわ。2回分ぐらいしかなくない、豚キムチしたら。はい、完成。まあ、とりあえず安丸だしちょっとと、まあキムチだけで、まあまあ味はついてるやろ。キムチ濃いし、これ絶対美味しい。ご飯と合いすぎるやろこれ。であとはさっきのきゅうりを、あーちょっと思った感じじゃない思った感じの盛り付けじゃない。はい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 、完成。ええ感じです。いただきます。豚キムえのき丼、おかわりもあるぞ。いただきます。味付けどうかな。あ、バッチリっすわ。だしの味もで、あとキムチのまあ甘みと辛みもあるし、このぐらいちょうどいいな。配信終わりました。でちょっと30分ぐらい延長したんけど、もうやばい、23時になってしまった。お風呂入って早く寝らんと。一応今日も基礎練のあのドローイングやって、その後、次の2枚目のイラストに突入したんですけど、まだポーズ決めとか、資料集めしてたんで、まあ、全然内容には進んでないですね。早くやらないとやばいぜ。お風呂、41度にして、はいはいはい、はい、電気つけて、ヨーグルト食べよう。今日はブルガリア、まあ、だいたい安いやつ買ってますね。なんかヨーグルト1日にいっぱい食べすぎてもダメかな。これあれ、これ昨日開けたから、うん、半分これ全部食べたら半分以上食べちゃうのか。まあ、多分乳製品やからお腹緩くなったりしたら、まあ、食べ過ぎですよね。まあ、なってなかったらいい。お風呂入ってきました。でちょっと暑かったからそのまま色彩検定のテキストを読んでましたわ。夏あれやな、お風呂入ってからすぐ服着たら暑いから撮影しづらい。今12時48分ですね。まあ、ちょっと1時までには寝るか。明日色彩検定の配信やるから、それまでにちょっと復習しておきたいんですよね。ちゃんと寝ようと思ったらマジで時間ねえわ。なんとかお風呂入ってる間にあのオーディブルで、あれ転生王女と天才霊嬢の魔法革命、あれのオーディブル聞いてたんで、なんとか作品の消費をねじ込みましたね。睡眠時間どれぐらいいけるんかな。多分8時間は寝た方がやっぱ体調は安定するけど、7時間ぐらいでいけたら7時間ぐらいまで削りたいよな。なんかギリギリのラインを攻めたい。よいしょ。ここでお知らせです。動画内で紹介させていただいている安丸だしや伊予の麦味噌、それから食べる味噌などは概要欄のリンクから購入することができます。
その際は黒髪ランガと入力していただくと通常よりも安くお買い求めいただけるそうなので、ぜひお試しください。僕もお出汁とかは鍋に入れたり、それから炊き込みご飯に入れたりしてるんですけど、これもう一つだけで味付けが終了してかなり時短になるので、毎日活用させていただいております。使ってみてね。おはようございます。いい感じに8時間、9時35分、いい感じに8時間寝ましたわ。ちゃんと寝た。おとといのフィットボクシングのせいで腕がバキバキ、なんか昨日の夜ぐらいにお風呂入るときにこう脱ぐときにいててててってなったんですけど、久しぶりにやるとえぐい筋肉痛が。でちょっとなんかランニングしようかなと思ってて、で外ちょっと窓開けたらまだギリギリなんか走れそうな気温なんですよね。今確かね26度ぐらいっぽくて、だからちょっと今から準備して走りに行こうかな。うん、あ27度に上がった。ヨーグルト食べよう。ヨーグルトっていうかバナナやな。バナナをちょっと食べてカロリー補給して走れるようにしよう。今朝はビヒダスプレーンヨーグルト、これが昨日安かったんで買いました。あ、プレーンだ。あんまり甘すぎん。これにアーモンドを足す。あ、ちょっと多かったか。まあいいや。はい、いただきます。アーモンドバナナヨーグルト準備できたんで走りに行ってきます。まだギリギリ走れそうなんですよね。気温でイヤホンはもう片耳だけつけて、片方ケースはもう置いていく。まあ本当はイヤーカフ型で外の音が結構クリアに聞こえるタイプが欲しいんですけどね、高いんだよな。今日は2キロちょいにしました。きつい。やっぱランニングブランクがあるとすぐ走れんくなるわ。帰ってきました。あ、疲った。なかなか帰ってくるのもきつかったわ。ちょっとシャワー浴びます。またブレーカー落ちた。今日食洗機と洗濯機しかやってなかったのに。多分これかな。食洗機の、お手入れやってたんですけど、80度すすぎにしとったから結構消費電力上がったんやろうな。昼ご飯にトマトいただきます。待って待って、一口目でこぼれた。今洗濯しとるのに。あ、洗濯入れるか。暑いからダメって入れさせてくれんかった。あかん。とりあえずまあ、水洗いして洗濯機はこれで回そう。Vlog が編集し終わりました。今週末の投稿のやつかな。まだ北海道編は残り 30% ぐらい残ってるんで、ちょっとそれはまたぼちぼちやろうかな。配信始めます。今日も夏コミ原稿進める。2枚目を早く進めるとやばい。配信終了しました。作業、5時間半ぐらいやったかな。一応こんな感じで、ラフを先に書いてて、この1枚目これと、で2枚目これで、3枚目が今途中ですね。ちょっと反射が3枚目が途中って感じで、まあとりあえずラフをバーって書いて、であとはスケジュールを見つつ、まあどのぐらいまでこう書き込んでいくかみたいな感じで、ちょっと進めたらどうっていうことを言う、アドバイスいただいたんで、ちょっとそれに合わせてやってみようかなって感じで、まあこんな感じで今日から進めております。今日も昨日のえのきと、あと豚ですかね。今日はカレー炒め的なやつにしようかな。で今のうちにキャベツ、ね、あ、そうや、今日ニンニクをね、昨日ニンニクを買ってきたんですよ。なんかニンニクスタミナ増強にいいみたいな言うじゃないですか。なんかあれは破れてる。
なんかビタミンなんか D かなんかもいいらしいんですけど、まあ、そもそもあの食欲増進するからちゃんと食べて体力がつくみたいなそういう効果もあるらしいんで、ちょっと買ってきました。ニンニク買ってきたんですよね。なんかスタミナ増進みたいな感じにこういいみたいに言うじゃないですか。まあ、なんかビタミンなんとかもいいらしいんですけど、 D やったかな。であとなんか単純に食欲増進するから、あ全然取れんな、あのちゃんとしっかり食べて栄養が取れるみたいなそういう効果もあるらしいんで、ちょっとこれを炒め物に入れる。わあニンニク臭そう。入れます。まあ明日は特に、明日明後日は人に会う用事もないからええでしょう。はい。でキャベツの方は安丸だし、昨日の一緒のダブルカツオだしですね、浅草だし使います。まあ、これとあとお豆腐入れて、まああのごま油と和える感じかな。はい完成。豚肉とえのきのニンニク炒め、安丸だしで味付けいただきます。ちょっと味付け味見したんですけど、まあ、全然余裕で美味しかったですね。でこっちは丁寧な暮らしサラダ、なんとキャベツとトマトと、豆腐が入っております。丁寧な暮らし、いただきます。いただきます。 UFO 見るか。 UFO 結構進んできたから真ん中辺かな今。このご飯食べるタイミングが貴重なアニメ消化タイミングなんですよね。やっぱ作業しながらアニメ見るって難しいし。改めて豚肉とキノコ、えのきのやついただきます。完璧やね。ニンニク効いてて美味しいし、あのお出汁でいい感じに味まとまっとまるし、これはちょっとレパートリーに入れよう。ご飯も食べたことやし再開しますかね。あ皿洗ってなかった。いや普通に1時間ぐらいで再開できるかなと思ったけど、8時ぐらいに、8時49分、普通にご飯準備して食べて片付けて時間経ってしまった。そんな大してまったりもしてなかったんやけどな。よっしゃ、じゃあ配信再開しますかね。3キャラ目の、ラフ、4キャラ目かラフを仕上げたい。うん、1時間ぐらい配信してお風呂入って寝る。早い一日が。配信終わりました。1時間ちょいぐらいかなやれたけど短い。で今お風呂準備してるんで、もう今から入ってからまあ寝るかな。まあ寝る、眠くないというか、ちょっと暑かったら動画編集とかちょっとだけ進めてから寝ようかな。てか今あのイヤホンのケース見たら、なんか上のこの真ん中の方がすごい削れてて、なんでいつの間にか削れたのかわかんないんですけど、悲しい。これ筋肉痛がやばい。おとといかにやったフィットボクシングのせいで、このこういうアッパーとか、あのなこれはフックとかあるんですけど、このなんか腕の付け根ら辺がめちゃくちゃバキバキで、服の脱ぐのがねもうしんどすぎる。まあ、弾け飛んでほしい。であと足もなんかしっかり筋肉痛になってて、なんかランニングじゃないな、これなんかこう踏み込みのこういうこう踏み込んでシューみたいなのあるんですけど、それのせいで足もしっかり筋肉痛になっとるっていう。下半身も意外とこれあのフィットボクシング鍛えられるんよな。今日もちゃんと0時に寝れるわ。てか昨日は1時ぐらいやったけど、今日はまだ0時22分。いい感じいい感じ。あとはストレッチして寝ます。でなんかあのまあジムに行きたい行きたいみたいな話してたんですけど、ランニングがまあ暑くてできないっていうのもあって、そしたらなんかバイトをジムですることによって、なんかこうジムを今月7月いっぱい無料で使えるみたいなのがあって、それはなんかいろいろ公開されてる情報なんで多分言っていいはずなんですけど、でそれがなんかまああの採用されたというか、まあできることになったん で明日からもうジム行けるらしいんですよ。まだ働いてないですけど、だから明日の朝、まあ、ちょっとウォーキングというかあの散歩&ジムちょっと行って、まあランニングは今日かな、今日したんで、明日はバイクを漕いで、でちょっとトレーニングしてから帰ってシャワー浴びて作業しようかなって感じですね。おはようございます。8時間ぐっすり寝たわ。ひとまず、ちょっと朝ごはん食べて、でそこから散歩兼ジム行こうかな。容器のままでいいか。これに入れよう。
本当は7時間ぐらいにしてちょっとギリギリの睡眠時間のラインを探ろうかなと思ったんですけど、まあ、しっかり8時間寝てしまった。なんか1回7時間ぐらいでアラームかけとったから起きた気がするんやけど、普通に2度寝しましたね。待って、死ぬほど暑いんやけど、絶対走れんやろうな、こんな歩くのもしんどいし。ちなみに今日東京、まあ、町田の最高気温36度らしい。やばいって、いい天気やわ。行ってきます。30分ぐらいバイク込んでストレッチしてきました。疲れた。絶対明日筋肉痛。そして外が暑すぎる。買い物して帰りますかね。帰ってきてシャワー浴びました。なあ、暑かった。まあ、でもバイクはしっかり漕げたし、まあ、トレーニングは結構いい感じにできそうやったんで、まあ、人も少ないし行けそうっすね。まだ1日も働いてないけど、早速ジムの方だけ使うっていう。そしたら、Vlog 編集ちょっとして、でその後、原稿、夏コミ原稿配信、作業しようかな。北海道 Vlog の編集がもうちょいで終わるはずやから、とりあえずこれを終わらしたい。 Vlog 編集終わってはないけど、ちょっと時間になったんで配信始めますかね。作業配信終わりました。まあ、大体何時間かな、17時ですね今。3時間ぐらいやったかな。あ、いや4時間ぐらいやってました。大体できたのがネームが、あ違った、ラフが漫画用語使っているようになったな、気づいたら。で昨日までここの1,2,3キャラ目までやってて、で今日この4キャラ目と5キャラ目、ちょっと反射して見えんけど、やりましたと。まあ、大体4時間、2時間で1枚って感じかでしたね。で、まあ、3キャラ目に突入してちょっと休憩というか、まあ、一旦、終わりにしました。いろいろキャラクターリサーチしたりとかポーズ考えたりっていうところからなんで、まあそんなもんかな。今日はちょっと早めに、また作業したいから自炊は軽めで、ご飯炊いて豚丼にしようかな。まあ納豆とかはあるからその辺は食べようかな。米がなくなってしまったってなると思ったんで、ちゃんと米買ってきた。偉すぎる。今日買ってきたかな。今日買ってきました。さすがに5キロやと冷蔵庫に入りきらないんで、まあ2キロにしようと思って2キロにしましたね。ちょっと割高ではあるけど、なんかこれちゃんとチャックがついてるのか、すごい。米2キロやとだいたいこのなんかフレッシュロックっていう密閉容器があるんですけど、これの4リットル用かな、これにまあちょうど入るぐらいなんで、まあいいっすね。3キロぐらいがちょうどいいけど、まあ3キロ売ってないしな。先にサラダいただきます。ご飯炊けたら豚丼食べる。豚丼完成しました。今日は高菜トッピング、いただきます。配信終わってファイル整理したりなんたりをしておりました。そして今が9時54分。よし、お風呂入ろう。一応今日は確か3枚目まではやってたんかな、やから 4,5,6 のラフを書きましたと。まあ、ページ数的には 7,8,9 ページ目ですね。いやー、まあなんとか書きたわ。でもこの7ページ目のこのなんかこうのこう仁王立ちっぽい感じのキャラ、これなんかねいい感じに書けたんですよね。かわいい。なんか配信でも結構好評でした。まああとは2キャラもまあいい感じには書けた。最後の書いたやつとかも結構なんかパースとかポーズとか難しかったんですけど、まあまあいい感じにはできてきた気がするんで、まああとはもう2ページぐらいラフを足してから、まあ、聖書写っていきます。煽り構図書くのええわーってなって、煽り構図をついつい多くしてしまっている気がする。でもやっぱね、腰のあたりからのアイレベルにして、そっから見上げるみたいなのがいいんですよね。朝ジムでバイク漕ぎながら注文したなんかスポーツドリンク的なやつの粉末もう届いた。早すぎる。まあ、なんかプロテイン系みたいな EAA みたいな、そういうアミノ酸とかのやつじゃなくて、まあ、なんかいわゆるアクエリアスみたいなやつ、なんか走ってる時とかバイク漕いでる時とか、
喉乾いて、まあ、水じゃちょっとなんか違うなって感じがあるんで、まあ、とりあえずこれ買いました。ちょっと味見してみようかな。500ミリに4杯らしいんですよね。ってことは125ミリに1杯、125ミリも入ってないかな。これちょっとどんぐらい入れようかな。ちょっとだけ入れて、あーまあなんか適切な量かちょっとわかんないですけど、まあなんかアクエリアスのちょっと薄い感じかな。まあめちゃくちゃ飲みやすい。なんかアマゾンのレビューでなんか標準の量入れると濃いですみたいなの書いてたんで、まあ多分ちょっと薄いく粉が入れるのが少ないかな。お風呂を上がってきました。0時ちょっと過ぎてしまった。まあとりあえず、早くは寝れそうやから明日起きて、で早めに、清掃の仕事行って、で帰ってきてからまあ作業とかできたらちょっと作業やって、で着替えてから、プリキュアのライブ行く。まあちょっとライブ行く時間がないんやが、池袋までかな。ちょっとラフとかは iPad とか、まあ、ムービングとかで書けるやろうから、ラフを、移動中に書きつつ、まあ、できるだけ作業進めていくって感じですかね。そうだ、ちゃんと MacBook 充電できてるか確認しとかんと。バッテリー 96%、 まあ大丈夫そうっすね。 iPad で書くかムービングで書くか、ムービングの方が書き心地がいいんだよな。ムービング持っていくか。 OK、 あとはまあ明日また帰ってから準備しりゃいいから、とりあえずあの Vlog の動画のエンコード回してから寝ます。あれ、なんかコーデック変えたらエンコードの時間がなんか10倍になりますみたいなホームページ、まあ、ウェブサイトに書いてあったんで、寝る間に回すかとか思ったんですけど、まあ、そんなことないな。全然むしろ早いぐらいやな。まあ、すごい細かい話なんですけど、なんかコーデック動画のこう圧縮の方法があって、それがなんか H.265 ってすやつにした方が、まあ、ノイズとか出にくくて高圧縮になるみたいな。でそれ YouTube にアップロードできるんで、それ変えたんですよね。でちょっと 4K の画質にもしたんで、まあ、ちょっといろいろ検証しつつ Vlog をエンコードしてるとこやったんですけど、まあ、意外と早くエンコードできそうやな。あとすごいまた細かい話なんですけど、なんかコーデック変えたら H.264 の時はグラボ使ってくれなかったんですけど、265にしたら結構グラボしっかり使ってくれてますね。でファンもそんな回ってないから CPU にあの負荷がかかってるってこともなさそう。今 40%50% で推移してますもんね。ちゃんとグラボ使ってくれるんか、エンコードに。最初から265しとけばよかったな。まあちょっと気になるけど寝よ。おやすみなさい。おはようございます。なんと7時に起床。めちゃくちゃ早起きしましたね。で今日は、まあ、できれば髪切り行きたいんですよね。で髪切って清掃して、で帰ってきて、まあ、作業できたらやって、でプリキュアライブ行く。バナナヨーグルトいただきます。で食べながらちょっと準備しよう。 OK、 土曜が編集やったから行こうかな。てかもう10時になってしまった。10時からなんか QB ハウス空いてるんで、10時ぐらいに行こうと思ってたんですけど、10時過ぎたわ。ちょっと行きます。北海道 Vlog もだいたい出来上がったから、あともうちょいやな。で、今週末のサムネ帰ったら作って、原稿作業もしてからプリキュアに備えよう。これ作ろう、ドリンクね、汗かくはずやから、どんぐらい入れるのかな。500ミリで4杯。これ500ミリあるかな。500ミリぐらいよな。4杯入れていくか。あ、やばい、口に触れんようにせんと。3、4杯と。はい、氷たくさん入れました。これでまあ暑いけどなんとか冷たさ維持できるでしょう。一応この自転車用のボトル、まあちょっとだけ保冷できるようになってるんですよね。まあ、軽いし、なんか少しだけ断熱材が入ってて、まあ保冷できるようみたいになってるんで、まあ、これをしばらく使ってます。これ自転車乗る人は割とまあ普通なんですけど、こうピュッてこうなんていうの、こう押してあげたり吸ってあげるとこう出てきて、でもあの普通に入れてもひっくり返してもこぼれないみたいな感じなんで、これねめちゃ便利なんですよね。まあ部活とかやってた人はあのスクイーズボトルみたいなので馴染みはあると思うんですけど、これ割とランニングとかあの自転車乗る時とかすごい重宝してますね。蓋を開ける時間閉める時間すら惜しいね、あの行き急ぎ野郎たちにはおすすめです。とんでもないとんでもないいい天気、最高気温37度らしい。笑ってまうわ。
でも Vlog 的には青空がめちゃくちゃ映えていいっすね。編集のしがいがある。移動しつつカロリー補給します。町田到着。とりあえず髪切り行って、その後清掃行きやす。髪切ってもらいました。これから清掃。この清掃の仕事、まあそろそろやめてもいいかもな。もともと移動中もランニングで、まあ、運動できるし、まあ、確実にお金も得られると思って始めたんですけど、さすがにこの気温の中走って移動はきついし、まあ、そもそもねこの日中の清掃もなかなかのしんどさではあるんで、暑さとか、まあ、やからちょっと移行していこうかな次の段階に。まあ、YouTube とかもうちょっと動画とかアップすればそこそこ収益にはなると思うんで、まだねこのバイトに替え代替するほどではないと思うんですけど、まあ、ちょっとリスク取ってやっていくっていうのはありな気がする。まあ、ひとまず清掃やってきます。清掃終わりました。信じられんぐらい汗かいた。熱っ。で今後どう清掃どうしようかなと思って考えてたんですけど、まあ、YouTube の収益もありがたいことに清掃の、月の収益超えてきたんで、まあこれ入れ替えて YouTube の方にシフトしてもいいかなって感じで、まあ、一応今回毎回清掃で連絡するんですけど終わりましたみたいな、その時に、まあ、今月中できれば早々にやめられるかをちょっと連絡してみようかなと思います。 YouTube と漫画頑張るわ。あ、プール付きのジム、あれだ、検索で出てきたやつ。そう、あっこね、まあ、月9000円ぐらいなんですけど、プールもあって、まあいろいろ使えるみたいなとこなんですよね。まあでもちょっと遠い。カロリー補給。今日昼どうしよっかな。まあこれでいいか。なんかアニメイトで引き換えがあるんで、これを取りに行って帰る。ただいまー。行ってきます。なんか食べて帰ろうかなとかも思ったけど、まあ帰りますかね。水補給しに来ました。いやー、いい天気。しかしこの暑さの中ライブ会場を向かうのなかなかしんどさあるぞ。シャワー浴びてきました。で、体が冷えるまでちょっと Vlog 編集とかしてて、で今お湯沸かしおるから豚丼を食べて、昼ご飯食べてからちょっと作業して、池袋行こうかな。で Vlog 編集で今までこう音量の大きい小さいを個別に修正こう編集してたんですけど、なんか効率化する方法ないかなと思って調べたら、まあトラック全体にこう、大きい音を下げたりとかで音圧上げたりみたいなやつがあるらしくて、ちょっとそれをね試してたんですけど、これ早くやればよかった。相当早くなるわこれ。メカ豚丼完成。卵トッピング付きです。じゃあこれいただきますかね。Vlog 編集木曜日、昨日の分までか、編集終わりました。結構音声の効率化とかやったおかげでだいぶ早くなった気がすんな、編集が。今が4時やから、もう今から準備してちょっと池袋向かうかな。ライブ会場がプリキュアのライブだ。でも正直原稿やらないけんし、ライブで楽しみみたいな純粋な気持ちでは全くいけないっていうのがね悲しい。灼熱すぎるアウトサイド。まだまだ暑いけど池袋向かいます。会場池袋向かいます。プリパラショップあるやん。マジか。でも時間がないので、会場行きます。まずローソンで発券せなきゃ。
とりあえず流れに乗って出てきたけど反対やった。ローソンで発見して、会場へ行きます。人多いな。うっかり通勤時間に電車乗ってしまった。チケット発見ゲットしたんで会場行きます。意外とギリギリになってしまった。池袋そこまで来る方じゃないから新鮮やわ。会場晴れ舞台到着。入りやす。いやワンダフルなライブでしたわ。いや全然もうね、来る前は健康で忙しかったですけど、いやライブいいっすわ。最高。もう英気を100ガロンぐらい養った。帰って原稿しよう。ちょっとお腹空いたな。取り木開いてなかった。別の取り木も開いてなかった。なんか今日人多いなと思ったら金曜日なんすね。そら空いてないわ。取り木空いてないし、謎中華食堂でも行こうかな。意外と安かった。とりあえず餃子といただきます。お腹空いてたんで満腹いきましたわ。なんか一人なのに2000円ぐらいになっててちょっと笑いました。2000円もいってしまった。ポケモンのスタンプラリーやってる。確かに JR 東日本ってこういうのやりよるよな、いつも。関東を感じるわ。ドット可愛くないか。帰ります。もうすぐ帰宅。喉渇いた。さすがに夜はちょっと涼しいね。まあ暑いけど。帰ってきたよ。11時43分。部屋の中クーラー入れとったけ涼しいけど、歩いたら暑い。とりあえずシャワー浴びるわ。ことで金曜日なんで1週間も終わりですね。まあ今土曜日、撮影してるの土曜日なんですけど、まあ、金曜日夜は昨日はまあ普通に寝落ちしちゃいましたね。いや朝7時ぐらいに起きて、でそこから散髪して、でお掃除の仕事して、でライブ行ったんで、まあそら寝落ちするわなみたいな感じで昨日は爆睡してました。で今日はちょっと土曜日なんですけど、まあ、Vlog 編集を、やっと北海道編が終わったんで、さっきアップロードして、で、まあ、ちょこちょこ、その他作業を、まあ、進めてました。絵がね、イラストの方はコミケの原稿まだちょっと全然できてないんで、これからやろうかなって感じなんですけど、まあ、早くちょっと寝たいんでそんなに作業はできなさそう。まあ、でも今週は本当先週の寝不足で体調不良になったのをちょっと反省して、大反省して、0時ぐらいには寝るみたいな生活がまあ1週間本当できたんで、まあ昨日金曜日はちょっとね、ライブから帰ってきてできなかったんですけど、まあそれでもかなり順調になったんで、今週、まあ次の週も土日もその0時に寝るで、まあ7時8時9時ぐらいに起きるみたいな、そんな感じでちょっと生活していきたいですね。まあ8時ぐらいには起きたいかな。8時間睡眠って、まあ、まず睡眠時間確保して、でそこからまあ作業時間決めていくみたいな感じで、まあそんな感じで結構順調やったんで、今週もそれ続けていこうかなと思ってます。まあ来週続けていきます。あ、睡眠は大事やな。本当に大事やなって思った。まあ寝なくても大丈夫な時もあるんですけど、まあダメですね。基本やっぱちゃんと寝らなダメやなと思ったんで、マジでみんな寝てくれ。今回の Vlog はここまで。毎日変わらない日々に見えるかもしれませんが、
これこそが成果を出すためには必要な期間だと思っているので、そんな日々を送れることが何より幸せです。日々いろいろなことがありますが、創作をやる人もそうでない人もお互い楽しくやっていきましょう。概要欄から僕の書いた漫画が無料で読めるので、興味があってもなくても読んでほしい。ではまた次回の動画まで、おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。また来てくれるよね。